回転となっています。さあここもダッシュの3勢から後席に上がってまいりました。インコースから1番2番3番4番5番6番の3対3の枠内3秒2秒1秒今スタートしていきました。コンバートはインコースから1号艇ダッシュ勢から5番6番のいいスタートですが1番逃げる1号艇の中からバックセッティ1号艇3艇2号艇高さ5号艇あと3艇はバックセッチャーマークエクタス1号艇のサンダー高野金賞ファーストキラスチャンスですが1号艇普通頃から2号艇上がってきてあとは5番3番6番となっています。なおスタートは正常でした。第3マークのトップでもあるが見事なマークに付け巻いて4号艇のサンダー高野勝負分けファーストキラスチャンスに突っ込んでくれば5号艇外に行った2号艇後ろ1番6番3番ですがファーストキラスチャンスはシャーから握ってわずかに2号艇の控えでレーサー2周目だ。先頭は2号艇が開けた4号艇のサンダー高野現在2番クラスで2号艇の深谷智弘上司の1号艇5号艇が並んで2周目で出したトラッカー先頭4号艇2番クラスで中国的な1号艇外を握った2号艇で後方から5号艇が構えていきますが2番手2号艇の深谷がキープ勝負です。3番クラスに5号艇と1号艇並んでいましてインコースに5号艇アウトコースに1号艇バック直線コース伸びて5号艇の中島康平です。第3マークは先頭が4号艇の田村坂野を見事なバックリ勝ちそして2番手で2号艇の深谷智弘後方3番手5号艇回った所1号艇ですが現在は5号艇警戒に中島康平上位が4対5で最終周回へと入ります。ラスト1周で先頭には4号艇の田村坂野ここは見事気合のバックリ勝ちそして2番手2号艇の深谷智弘勝負掛け成功3番手5号艇の中島康平最後のバックリ勝ちで入ってまいりましたが上位が4号艇2号艇5号艇となっています。さあ今大会の賞金ランク第19位初日のシリーズ特別戦の勝者で5号艇の中島康平は今回予選トップ通過そして4号艇の中島康平は今日通過2番手の2号艇の深谷3番手の2号艇の上野さんは 79.2 倍で間もなくゴール先頭4番ゴール2番ゴール5番ゴール1番3番ゴール6番がゴールOB Channel。風はホームストレッチがわずかな追い風コンディション。第6レースの一般戦、進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番。スタートしました。4コースからから4号艇の高橋コースタート5コースからは5号艇の佐久間2コースからは2号艇の大沢ですが1周1マーク角から仕掛けようとする4号艇高橋ですが少し流れてインコース1号艇の門馬が逃げを図って内側からは2号艇の大沢が差しに構えています。バックスレッジへ入りました。そして2号艇の大沢は迫っていきますが1号艇の門馬さあここは持ちこたえるか内側から入っていきました。2号艇の大沢が1周2マーク先取っていきます。スタートは前提正常でした。差し返す1号艇の門馬で直線コースですが先に回った2号艇の大沢がトップに立ちました。5艇身6艇身リードを取って2周目へと向かっていきます。2番手は1号艇の門馬が追走して後ろ2艇身差4号艇の高橋が前を追っています。現在は2番1番4番の体勢ですが2、3番手は僅差です。2周目1マークしかしここは2番手1号艇の門馬がきっちり回って2番手キープとしています。4号艇の高橋も追っていきますがその差は現在は1艇身半ぐらいレースは2周2マークに移っていきます。後方4番手は6号艇の広瀬5番手5号艇の佐久間最後方3号艇の田島となっています。2周目にマークの旋回先頭は2号艇の大沢が大きくリードを作りました。2番手も1号艇の門馬が後方を迫った4号艇の高橋を突き放しまして2番手をキープそして3番手4号艇の高橋の内側には6号艇の広瀬が入ってきました。今度は3番手が接近戦となって最終周回の内マークです。焦点は3番手内側から6号艇の広瀬がコーナー先頭を取りますが4番の高橋が差し返していきます。しかし3番手ラスイは依然接近した攻防が続いています。残り半周を切りました。トップ2号艇の大沢博夢はシリーズ2つ目の勝利へと向かっていきます。2番手は1号艇の門馬優太が続いて3番手ラスイは4号艇高橋と6号艇の広瀬の競り合い最終コーナーから直線コースでは4号艇の高橋が3番手を取り切って体勢は2番1番4番でゴール。先頭2番の大沢はゴールイン2着1番門馬3着4番高橋ゴールイン6番広瀬5番佐久間3番田島ゴールインです。 OB Channels
手の宮崎安奈です。学なり3対3と分かれました。7レース進入は内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。センター3コースは3号艇の宇野、インコースは1号艇の浜崎も行きます。一周1マークへ向かってはインから1号艇の浜崎が逃げていって内を狙って2号艇の伊能と3号艇の宇野バックスレッジへ入っていきました。さあここはトップ争いは刺した2号艇の伊能と3号艇の宇野、この2艇のトップ争いでスリットラを通過、スタートは前提正常。その後ろは3番手4号艇の清水が内側から上がっていきまして1号艇浜崎との並走に持ち込んでいます。一周リマークですが2号艇の伊能が先頭で折り返しました。2番手は内側から4号艇の清水、外は3号艇の宇野、この2艇の2番手争いになってレースは2周目に入ります。トップ2号艇の伊能夏樹、リードは5艇身ぐらいに広がりました。2番手争いですが4号艇の清水がインコース、アウトコースは3号艇の宇野、2周目1マークでは内から4番の清水がコーナー先手を取って3艇身後方になって3号艇の宇野3番手、上位はここで2番4番3番となりました。レースは2周目にマークに移っていきます。その後は定間4停止ぐらい開いて1番の浜崎4番手、後ろは開いて5番の加藤6番の宮崎となっています。2周目2マークから直線コースに各選手が折り返します。レースはこれから最終周回、トップ2号艇の伊能夏樹リードを広げてラスト1周です。2番手も4号艇の清水さくらが後方、3号艇の上宵を5停止ぐらい抑えまして、上位は変わらず2番4番3番で3周第1ターンマークを旋回、最後のバック側に立ち上がっていきます。4番手以降は離れました。後方は1番の浜崎4番手、5番の加藤が5番手、最後方は6番の宮崎となっています。残り半周を切りました。7レースの一般戦、先頭は地元2号艇の伊能夏樹がシリーズの最終戦勝利で締めくくります。2番手は4号艇の清水さくら、3号艇の宇野弥生が3番手、2番4番3番でまもなくゴールを迎えます。先頭2番伊能ゴールイン、2着4番清水、3着3番宇野ゴールイン、1番浜崎、5番加藤、最高峰は6番の宮崎ゴールです。OB Channels。インコースから1番から3番4番5番6番の3対3の枠下にて間もなくスタート。2秒前1秒前2番スタートしていきました。コースターターはインコースから1号艇2号艇3号艇、内側いいスタートを伸びて1号艇の中島康平が巻き前、そして2号艇の枠に出してくる先号艇、あと5番4番6番でさあバックでアクシデントがあったクラッシュ、アセプト争いに1号艇3号艇1番3番並んでいまして、インコースに3号艇アウトコースに1号艇で1号艇3号艇接戦状態です。なおスタートは正常でした。なお2号艇の西山が妨害失格となっています。さあ第3マークは3号艇の外から全速1号艇が流れた。さあセット争いはここで3号艇の新田です。11レースシリーズ優勝戦、見事優勝したのは3号艇の新田優先。ちょっと心配ですね。 OB Channels。競争水面上で1億円争奪の頂上決戦第12レース、ドラフト優勝戦、いよいよ進入です。1番、2番、4番、5番、3番、6番、まもなくスタート。1秒、今スタートしていきました。さあ、コースタートはインコースから1号艇、あとは4号艇、5号艇、3号艇ですが、1マーク、まずは逃げる1号艇、2機の峰、握っていったのが4号艇だ、ウリュウマサイシ、さあ、1号艇が3マークに当たって激突、ファイナルのアクシデント、大クラッシュです。先頭に4号艇のウリュウマサイシ、そして5号艇の白井英治、これまたアクシデント。頂上決戦、危ないレースになってしまいましたが、いい結果に追いつきましたね。はい、1、2、4号ダッシュスタートでした。そうでしたね。もう一度投票券をお入れください。この投票券は片道トイレ。払い戻しをさせていただきます。お金を払えています。
OB Channels。これ予選競争進入枠なり3対3の体系です。スタートしていきました。6コース6号艇の村上がトップスタート、ぐーっと内に寄せていって1マークをまくっていきました。飲み込んでいきました。6号艇村上の大外まくり決まって向こう正面、1号艇3号艇が2番クラスになっています。インコースが1号艇の宮地、外は3号艇の高木、そしてそのうちに2号艇の坪口が上がって判定2番クラスになりました。スタートは前提正常です。6番の村上トップ、追走には1番そして2番3番接戦でしたが、また2号艇1号艇と王と並んでいく格好です。インコースが2号艇の坪口、外は1号艇の宮地となっています。少し遅れを取りましたがインに、3号艇の高木も上がってきました。さらには5号艇の岡本も詰め寄ってきての西井が第1ターンマーク、4艇も釣れます。独走態勢6号艇の村上の後、続いていっているのは2番の坪口になりました。3番で争いは1号艇3号艇で、インが3番の高木、アウトに1番の宮地が並走です。後方は5号艇の岡本、4号艇の宮本で西井が2マーク、トップは6番の村上陽、追走は2番の坪口達也、三着争い1号艇の宮地がリードして体型は6-2-1となり、レースは最終周回です。スタート付近向かい風となった水面コンディションでしたが、6号艇の村上が大外からまくりを決めてのトップ構想です。トップタイミングではありますが、それほどタイミングとしては速くなかったものの、見事に大外まくりスタート決めてという戦い。村上陽、追走は2号艇の坪口、そして1号艇の宮地、後ろは3号艇高木、5号艇の岡本、4号艇の宮本で最終ターンマークです。6番2番1番6に3連単のオッズは 42.6 倍を示しています。5レース予選競争は先頭6番村上氷、2着は2番坪口、3着は1番宮地、そして3番高木、5番岡本コール、4番宮本です。バスカードまたは東京都お金を数えています。ありがとうございました。OB チャンネル。予選特選第11レース、チーム枠なり3対3の体型です。1秒前スタートしてきました。あまり差はありませんでしたが、6コース6番少し覗きながらも1周目第1ターンマーク、最初に運ぶのは3号艇か1号艇かというところ、まくる3番中里を逃げて抑えて1号艇の実森先行しました。3番のうちに5番、2番、4番、6番、殺到大混戦の2番クラス、直線を5号艇の隅がリードして1周2マークへと向かっています。スタートは前提正常でした。先頭1号艇実森、2番手は5号艇の隅、懐6号艇の高畑、くるりと合わせていきます。そのうちに4号艇の平田が向いてきました。接戦する2番手は4番、6番、5番、3艇になっています。先頭1号艇の実森がリード5、6艇進取って2周目第1ターンマークです。2番クラスは間通った6号艇の高畑先行、4番少し失速、5号艇の木の方と浮いた差しは3着争いまでになって、2番手争いからは6番の高畑リードしました。3番手5号艇の木優勢、2艇進後に4号艇の平田で2周目第2ターンマークです。先頭は1号艇の実森、追走に6号艇の高畑、5号艇のうちに4番抜けていきましたが、5番の隅がかわす格好で体型は165の体型です。3周目の最終周回を迎える第11レース、1マークのターン、1号艇の実森今旋回、そして6号艇の高畑、5号艇の隅となっています。逃げ切り先頭1番実森に外枠の2人、6番高畑、5番隅と続いて165で最終ターンマークへ向かいます。4番手からまた4番平田詰め寄るでしょうか。2艇進3艇進後方最終ターンマークです。ラストコーナー1号艇6号艇返しました。3番手5号艇守った体勢で間もなくゴールインです。先頭1番実森ゴールイン、
2着は6番高畑、3着5番の杉、そして4番平田、3番中田、2番の中谷、ラスト3番中田とゴールインです。バックガード、お金を稼ぐ。